歴代の大将の中で正木仁三郎ほど悪いイメージの色濃い大将はいない。226事件の反乱幇助罪で起訴され陸軍大将として西郷隆盛以来の汚名とさえ言われている。時代が違うといえばそれまでだが、西郷の場合後に恩赦を受けて名誉回復している。だが正木にそれはない。一言で言うと、正木仁三郎は自己の野心のために革新派青年将校らを扇動し、史上空前のクーデター226事件を導いた老海高地の悪党将軍ということになっている。決起した青年将校たちは形状のあらわと消えたが、正木は無罪であった。ただ改めて思う、少なくとも昭和の一時期日本陸軍の頂点に立ち一時代を隠した将軍である。ただのテレンテクだけではそこまでいかないであろう。単純素朴に考えて、それほどまでに老海高地な悪玉だったのろうか。人は見かけによらぬとはいえ、その顔写真を見ても実に穏やかで明鏡止水の老将軍を彷彿とさせる。1926年12月25日未明、大正天皇が崩御され直ちに昭和天皇の登場となった。この時陸軍少将正木仁三郎は陸軍士官学校の校長であった。正木にとっては至福の時代だが、正木校長の広告思想と教養深い君話は生徒たちを感動させ、名校長の誉れ高かった。後に226事件の決起将校の中心となる37期38期はこの時期の生徒である。正木は農民出身ということが全てではないまでも、正木の人間形成に少なからず影響を与えていると考えられる。明治維新によって知能交渉の階級制度は撤廃され市民平等になったとはいえ、実際には家族、士族、平民に分かれていて、社会通念としてその差はあった。平民であることの劣等感や屈辱感は特に幼少年期から青年期までの正木にあったはずである。正木の幼児体験の追憶として、士族である役人や警官たちに卑屈なまでの態度で接しなければならない差別への屈辱感が伝えられている。母の関が警官に受ける屈辱の目撃体験が軍人の道を選ばせたという説もある。そうした屈辱感や劣等感が正木仁三郎という軍人の人間形成の原点としてあったという気がする。正木が終生の友とした荒木貞夫との関係にもそれが言える。二人は共に天皇新政論者であり国体名朝論者である。その思想や感性の強い一致が二人を接近させたということだろうが、親友というのは優越感と劣等感が互いにうまく噛み合わなければ成り立たない。二人が初めて顔を合わせたと思われる陸士入学だが、九州の田舎村から出てきた正木の目に東京生まれ東京育ちの荒木はどう映ったのだろう。軽めの感じの妖精な荒木に比べて正木はどこか陰で重厚であった。荒木は東京弁を流麗に使ってのお弁だが、とつとつと喋る正木は垢抜けしない。時に不気味な凄みがあり陽気漂う感じの時もある。荒木は演説が得意で国体精神の高揚を説き、満州事変の意義を強調し国政の改革を論ずる。盛んに新聞雑誌にも取り上げられ、荒木の拳的日本主義の雰囲気と演説は満州事変後の時期軍国的気分と軍国主義高揚の波に乗って爆発的喝采を浴びた。荒木の精神主義強調と野党的言動、それに上下の枠を超えた青年将校らとの接し方は彼らに抜群の人気があった。1932年1月、正木は犬飼内閣の陸軍大臣であった荒木貞夫の計らいで参謀次長に就任した。皇族である官員の宮琴仁親王が参謀総長であったので官命に従って正木が参謀本部を取り仕切った。この頃から荒木と共に国家革新を図る行動派が形成された。荒木が行動派の看板であり実質的に派閥を統括するのは正木であった。1933年3月、正木は大将への昇進が予定されているが、参謀本部次長は中将職であるため大将になれば辞するか総長に昇進するかしかない。現在実質的総長は正木自身なのだから、官員の宮が自ら退いて総長を代わってくれれば客観的にも最も有効だと思うが、自分から言い出すことはできない。荒木に相談しようと思っているうちに、実は荒木はすでに官員の宮の意向を知っていた。官員の宮は正木は3月で大将となる、交代手続きを急げと言ってきたという。ということは自分は動かないから正木の方を変えろということである。日頃から正木は官員の宮と肌が合わない。正木は官員の宮と特別に喧嘩したことはないが、顔を合わせるのが苦手で連絡不十分と官員の宮が不快感を持っていることは多少感じてはいた。だが首を切られるとは思ってもみなかった。官員の宮の代役として散々難問題を処理してきたし、官員の宮に傷がつかないよう盾になったことも一度や二度ではない。いくら皇族とはいえひどすぎる。正木は断固として受け付け入れない覚悟であった。天皇の勅命以外は絶対承知しないと息巻く。6月、官員の宮から呼び出しを受け、正木は直接会うことになった。正木、お前ももうこの辺りでよかろう。それだけだった。正木は何の抵抗もできなかった。こんな場面での正木は全く弱い。上田参謀次長が決まり、正木は失格大将のたまり場とまで言われている軍事参議官を拝命した。正木が退くと、陸将荒木の実力はたちまち急落していく。
まさきあっての陸将荒木であった。そんな荒木の挫折を見て、革新派青年将校らも荒木にますます失望して人気は急落し、荒木から離れていく。すると必然的にまさきのところへ集中してくる。荒木は完全に行き詰まった。1933年暮れ、荒木は陸将辞任を言い出した。理由は病気だが、これ以上続けて汚点を重ねたくないというのが本心だった。精神主義の限界である。後継陸将は自分の番だとまさきは思った。荒木が陸将としてそれなりにやれたのは俺が後ろにいたからであり、俺ならもっと見事にやってみせる。そうは思うが、俺にやらせてほしいと素直に言える性格ではない。荒木も当然まさきにしたいと思っている。ここで自分の番だと言えばいいのに、まさきはそれが言えなくて、任せると簡単に言ってしまう。結局官員の宮からまさきの陸将は絶対ダメだという伝言が届いてしまう。荒木から教育総監の林千十郎という案が出る。まさきは内心不満だがそれに同意した。陸士で一級への林は満州事変の時、越境将軍として騒がれた大将である。その後、荒木らの思惑違いや手違いで陸将になり損ねた経緯もある。林なら行動派ではないが、気心が知れていて同志に近い。温厚な性格だから良しやすい。まさきはそう読み、そうありきった。1935年、山頂間会議にて林陸将はまさきに担当直入に、今度の異動については陸軍大臣として自分が統制していきたいと思う。ついては君に教育総監を勇退してもらいたい、と切り出した。林のこの言葉は、林が陸軍を統制していく上で教育総監として正木の存在することが非常な障害になるという思いが多分にあったためである。正木仁三郎と林千十郎とは元来不仲だったという説があるが、それは誤りである。林は正木らの派閥に入ってはいないが、互いに助け合い家族ぐるみで付き合うほどの仲であった。正木は林に対して、俺と貴様とは20年来の親友ではないか、それを貴様は窮地に陥れてそれでもよいのか、と言ったこともある。それだけにいきなりに勇退を要求されて、正木も驚いたことであろう。正木は本人が同意しないまま教育総監を罷免され、後任には渡辺丈太郎がついた。正木の辞任の経緯は自身の口から青年将校へ漏らされ、さらに統制派を批判する怪文書が作られて配布された。この文書を読んだ行動派の相沢三郎は、1934年に起きた陸軍士官学校事件の影響も受け、永田鉄山を殺害した相沢事件である。相沢は心から正木を警護していた。その気持ちを決定的にしたのは、中耳炎を悪化させた相沢が病院に入院して重体になった時である。医師が親族など身近な人たちを呼んだ方がいいというほど危篤状態であった。もう0時を回った深夜だったが、事情を聞いた正木はすぐにやってきた。相沢の妻米子の希望に応じて、私服ではなく陸軍大将の制服で駆けつけてきた。意識朦朧となっている相沢にもその姿が分かった。涙して感激した相沢は、奇跡的に九死に一生を得た。正木の性格の一面を物語る草案の一つだが、逮捕され起訴された相沢の軍事裁判となり、弁護団や同志たちから参考人として出廷することを強く要請された時、正木は頑として拒否している。それもまた正木の性格の別の一面といえる。結局は引き受けてしまい、参考人として出廷してしまうのも正木らしい。正木が相沢裁判の法廷に立った翌日、226事件が起こる。事件は4日間で終結し、決起将校らは逮捕されて戒厳令下の暗黒裁判にかけられることになる。正木自身も憲兵の取り調べを受けることになった。陸軍大将が逮捕されたのである。これ以上の汚名はない。特別に設置された独房ではあったが狭くくらい、寝台は固い。以後1年3ヶ月、正木の獄中生活は続く。その後判決が下った。無罪であった。正木更迭をポイントとして、相沢事件から226事件へとつながる一連の事件を列挙していくと、いやおうなく正木仁三郎の姿が裏に浮かび上がってくる。だが正木が積極的に相沢をそそのかしたとは考えにくい。226事件を誘発させた陰謀があったとも思えない。行動派の中の身近な将軍たちにブツブツ不満を漏らすようなことはあったろうが、それ以上のエネルギーは正木にもうなかったと思われる。226事件の結果、行動派は一掃された。ある者は左遷され、ある者は退役させられた。自由の身となった正木は孤独だった。その年の暮れ、林が正木の自宅を訪ねてくるが、心からの和解はできなかった。友人たちが正木と林との和解の機会を作ろうとして何度となく動いたが、その度に正木は断っている。日中の戦争は拡大していく中で、盟友荒木貞夫は近衛内閣の文部大臣に就任し、林千十郎も短期間ではあるが内閣総理大臣となる。彼らのような脚光は正木にはなかった。やがて対英米戦争に突入し、4年後の1945年8月、敗戦を迎える。正木は戦争によって2人の息子を失った。晩年になるに従って心身の衰えは進み、8月31日朝、病床の正木は家族に言った。今日の3時頃には死ぬじゃろう。その言葉通り、その日午後3時38分、心臓不全で息絶えた。71歳であった。葬儀は世田谷の自宅で営まれ、葬儀委員長を務めたのは盟友荒木貞夫であった。